私美里がナビゲートしているスマイルハートビート、この時間はゲストをお迎えしています。この方です。はい、ウィーワーのピアノボーカル杉本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです杉本さん。はい、お久しぶりです。夏以来、夏以来、はい、ありがとうございます。ヒッツトレンディのコーナー覚えてますでしょうか。もちろんです、覚えてます。はい、トレンドを紹介しております。そしてハマっているものも紹介していただいてますが、はい、何か最近ハマってることありますか。そうですね、最近、ま、前からよくライブには見に行くんですけど、はい、最近もいろいろ自分の興味あるライブだったりに見に行くのがトレンドというか、ハマってるんですね。例えば誰の、どなたの行くんですか。そうですね、最近だと実は僕ゲスの極み乙女の川谷絵音君と生年月日が全く一緒で、はいはい、そこからこう仲良くなって一緒に今年は対バンとかもしたんですけど。すごいですね。じゃあ毎日占い一緒じゃないですか。確かにそうですね。うっせ、あ、自分が悪い日は絵音も今日は、ま、うっせ悪い今日風邪ひいてた、あいつも風邪ひいてるんだろうな。ね、すごいですね。はい、なのでこう最近一緒にライブ見に行こうということで、まあ、Perfume、もともと僕が事務所一緒なので昔からライブはよく見に行ってるんですけど、せっかくなんでこう絵音くんと一緒に見に行こうということで見に行かせてもらったりだとか、まあ以前にもこの夏ですね、実はニューヨークに僕たち3人とスタッフさんと行ったんですけど、そこで初めてマジソンスクエアガーデンという歴史のあるところで初 U2 を見に行ってきましたね。どうなんですか。もう泣きましたね。ああ男泣き。もう本当にウィキペディアとかにも載ってるんですけど、はい、僕 U2 が大好きっていうのを結構言ってるんで、あそこで「ビズ・ワ・ウィザー」「宇宙」とか「ビューティフル・デイ」とかをねもう最後にこう連発してきたんで、そこでもう男泣きしてしまいましたね。そうですか、はい、その体験は大きいですね。そうですね、それが今年の夏フェスにはすごく生きたんじゃないかな。そうですか。はい、思いますね。実際に他のアーティストさんがしてるこうパフォーマンスを、あ、はい、これいただきとかっていうのもあるんですか。はやはりありますね。その、まあ、曲順の作り方もそうですし、セットだったり、本当に U2 はすごくシンプルなセットなんですけど、すごく照明の使い方がうまいなっていうのはいろいろ勉強になったので、やっぱりそういうところを見てしまいますね。そうなんですね、はい、川谷さんと一緒にライブに行った後って、はい、2人でそのまま音楽談義とかもするんですか。あ、この間はちょっと時間がなかったんで先も帰ってしまったんですけど、でもやっぱり後日こう会った時とか、 あそこが良かったよねとか、まあ、ライブ中にも話したりはしますね。やっぱりそうなんですね。今回ゲスの極みもリリースした大人チックっていう曲と、はい、あと今回ビーバーが出されたボーイズ&ガールズ、あれを聞いて大人と子供の境界線ってどこなんだろうって2曲を聞きながらすごい思ってたんですよ。ちょっと、はい、どこだと思いますか。そうそう、難しい質問ですね。うん、なんか20歳を超えたら一応法律的には大人だけど、まあ、法律的にはね。なんか自分的には思わなくないですか、大人っていう自覚が。私はあんまりないですよね。あんまそういうことも考えたことはないですけど、でもやっぱ大人になっていくといろいろこう責任感も増えますし、何でもこう責任を持てるっていうのが大人って考えがちなんですけど、でも意外にこう誰か信頼できる仕事仲間だったり、本当に信頼できるパートナーができたりして、なんかそういう人たちに自分を全部委ねられるようになるっていうのが実は逆に大人だったりするんじゃないかなって思ったりしますね。いや、すごい染みますねその言葉。すごい真面目に答えてしまいました。いや、そうだ、そうかもしれないですね。変に子供だとできることを増やしたい、何でも俺できるしみたいな感じになるじゃないですか。はい、この曲ってやっぱり社会人にとっては元気をもらえる曲だなって思いつつも、はい、まあ、男性だったら結構永遠の中二っていう感じもするし、はい、その子供と大人の境目っていうところで響く歌詞だなと思うんですが、はい、それこそ夏フェスでもぴったりな感じですね、サウンドは。そうですね、サウンドも本当にこの夏フェスだとかイベントだとかで初めて聴いてくれる人たちに1回で、あ、この曲乗れるかもって思ってもらえるような、そういう曲を作りたいなっていうイメージから作りましたし。そうなんですね。いつ頃なんですか、はい、制作は。去年の冬ぐらいですね。去年秋にツアーをやったんですけど、はい、その後にもっと盛り上がれる曲欲しいなっていう思いで作り始めましたね。その中から今年の夏結構野外フェスの出演多かったですからね、はい、ちょうどよかったんじゃないでしょうか。まさにできてよかったですね、本当に。ウィーバーっぽくない歌詞というか、飛べとか、はい、今まで言わなかったですね。言わないですよね、はい、なんか結構綺麗な言葉でまとめてたんで、はい、その感じはやっぱりその盛り上がりを想定して、そこもやはりこう初めて聞いても耳に飛び込んでくる言葉だとか、分かりやすいものっていうのをテーマだとかっていうのはすごく
く意識して作りました。そうなんですね、はい、お客さんの反応どんな感じでしたか？まあ、僕たちのライブあんまりお客さんがこうジャンプするだとか、うん、タオルを回したりっていうのがないんで、そうですね、回してなさそう。今回のこの曲はサビでジャンプしてほしいなっていう思いがすごくあったんですけど、この夏フェスの最後の方になるとこう初めてのお客さんとかも一緒にジャンプしてくれていて、めちゃめちゃやっていて気持ちよかったですし、いいですね、テンション上がりましたね。やっぱそれもこうパフォーマンスをどう見せるかっていう日々ね勉強されていらっしゃったからのなんかつながった感じもしますね。そうですね、はい、ストリングスもすごい印象的じゃないですか。でもウィーバーってストリングスすごい合うなっていうサウンドは今まで作ってたと思うんですけど、はい、ちょっとまあ杉本さんとは離れるかもしれませんが、ベースが6弦でやってるっていうのも一個魅力かなとも思うんですが、そうですね、やっぱり6弦僕のウィーバーバンドにはギターがいないので、そこをこうカバーできるというか、そこも攻めれるような楽器は何だろうって考えた時に6弦ベースだったので、 そこはいろいろ攻めてると思いますね。ストリングス、まあ、弦楽器つながりでいうと、はい、音って合うものなんですか？ベースとですかね、そうですね、やはり、合うと思いますね。ですし、まあ、このウィーバーのピアノサウンドっていうのは普通のギターバンドよりもやっぱり弦がすごく聞こえやすいので、そのギターバンドだったら結構主旋律しかなぞれなかったりするんですけど、結構内声のこう絡み合った部分とかも見せれたりするので、そこはうまくベースと絡んでいけるんじゃないかなというところで、そこがね、やっぱり洋楽っぽさを感じるんですよね。ああ、嬉しいです、ね、ロンドンも留学されていましたし、はい、やっぱ常に海外の音を取り入れてる感じのサウンドであるので、はい、そこに日本語の歌詞が載ってるっていう、なんか新しい音楽を見させてくれてる感じがウィーバーの魅力の一つかなと。嬉しいです、ありがとうございます。今月全国ツアーがスタートします。ぜひ皆さん生で見ていただきたいです。今年は4月にライブハウスツアーを行っていたんですが、はい、続いてはホールツアー。はい、ホールになるとまた音の響き方も変わりそうですね。そうですね、まあ、この今言ってもらったライブハウスツアーから一つのこう流れを考えて僕たちこのホールツアーを組んでいて、やっぱりこの僕たちの今の楽曲の世界観っていうのはホールで見てほしいなっていう思いがあったんですけど、まだ全国ホールを回れる力っていうのは僕たちなかったので、まずはライブハウスに皆さんの街に僕たちが音楽を届けに行って、でそこでいいなって思ったら次はこうホールでやるライブっていうのを皆さんが見に来てもらえたら嬉しいなという思いで今回のこのホールツアーを組んでるので、ぜひぜひたくさんの人に見てもらいたいですね。ホールだとまたパフォーマンスも変わりそうですね。そうですね、音のアレンジも、はい、まあ、特に本当今年はたくさんライブをしてバンド力すごくついてきたなっていうのは自分たちでも実感しているので、もう単純に楽曲の良さっていうのを今ある以上に伝えられると思いますし、まあ、本当に全会場ホールなので演出だったりセットだったりいつも以上に作っていきたいなと思ってますね。ちょっと憂鬱っぽくなってるかもライティングとかも出るかも知れませんね、はい、ぜひその目でご確認ください。10月24日の大阪公演を皮切りに全国10カ所10公演のホールツアーを開催です。チップエリアは11月7日土曜日愛知県芸術劇場大ホールにてです。さらに先ほどのボーイズ&ガールズなんですが、シングル今購入していただきますとスペシャルイベントに参加できるかもな、応募ができるその参加券が、はい、ゲットできます。これ10月20日までに購入したら応募ができるということなので、はい、お早めにあと1週間ぐらいですね、ぜひお手に取ってみてください。では一曲お届けしてお別れとなります、はい、曲紹介お願いします。ではニューシングルから聴いてください、 Boys and Girls。 今日はビーバー杉本さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。